第 11SS 義勇総攻的弾兵士団。第 11SS 義勇総攻的弾兵士団。ノルトラント、ドク、11SS フライビリガン・ポンセグレネディア・ディビジョン、ノードランドは、第2次世界大戦中のナチスドイツ武装親衛隊の、師団。1943年夏に創設され、クロアチアでの訓練と、タイパルチザン戦を経た後に、東部戦線に出陣し、 オラニエンバウム戦線、ナルバ戦線、クールラント戦線、ボメラニア戦線、ベルリンの戦いに参加した。ノルトラント、ドク、ノードランド、北国ヌイという名称が示すように、この師団の人員は、スカンジナビア半島出身の外国人義勇兵を多く含んでいたが、北欧以外のヨーロッパ各国出身の義勇兵、南欧出身の民族ドイツ人も所属していた。 1945年5月の終戦までに、少なくとも、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、オランダ、ベルギー、フランス、エストニア、ルーマニア、スペイン、スイス、イギリス出身の外国人義勇兵がこの手段で戦うか、一時的に所属していた。1941年6月22日、ドイツによるソ連侵攻作戦、バルバロッサが開始された後、 ドイツは占領下及び同盟中のヨーロッパ諸国に対し共産主義と戦う義勇兵部隊の創設を許可した。これに応じたヨーロッパ諸国の親独的ファシスト政党や右翼政党はそれぞれの国における義勇兵募集運動の中心となり、やがてデンマーク、ノルウェー、オランダ、ベルギー、フラマン各国の義勇兵で4つの国別部隊が創設された。 これらの義勇部隊に所属したヨーロッパ諸国出身の外国人義勇兵はゲルマン民族とみなされたことから武装親衛隊の管轄下に置かれ1943年まで休養と再編成を挟みつつ東部戦線で戦った。ちなみに同時期にベルギー、ワロン、フランス、クロアチア、そして中立国であるスペインにおいても義勇兵部隊が編成されたが彼らは ゲルマン民族ではないという理由で、ドイツ国防軍の活下に置かれた。しかし、対ソ戦が始まった頃には、義勇兵が殺到したものの、それ以降の募集状況は芳しくなく、結果として、それぞれの国別部隊の兵力維持は、困難なものとなった。そのため、武装新衛隊では、新衛隊全国指導者、ハインリヒヒムラーと新衛隊本部長、ゴットロープ・ベルガー、 SS 外国人義勇兵募集運動の責任者が中心となり、それらの国別部隊を統合して一個 SS 師団を創設し、新設のゲルマン総合軍団第3ゲルマに SS 総合軍団の一翼を SS 総合団、ビーキングと隊となって構成する計画が進められた。1943年3月18日、ヒムラーは、 新たな SS 師団の機関部隊として、1941年、以来一貫して、東部戦線にあり、前述の国別部隊とは別に多数の外国人義勇兵を含む SS 装甲師団、ビーキング SS 装甲敵団連隊、ノルトラントを選び、彼らをドイツ国内のクラーフェンベア、演習場へ移動させた。そして、1943年の春までに、 前線から引き上げられていた武装親衛隊の国別部隊のうち、ノルウェー人部隊である、義勇部隊、ノルベーゲン及び、デンマーク人部隊である、デンマーク義勇軍もグラーフェンベア演習場へ移動し、ノルトラント連隊と合流した。1943年3月22日、第三帝国総統、アドルフ・ヒトラーは、新たな SS 師団の編成を命じた。当初、同団には、 バリアーグ、バイキングのスラブ語発音という名称が与えられる予定であった。ヒトラーがそれを拒否したため、機関連隊の名称、ノルトラントをそのまま引き継いだ。同時に、解体された、義勇部隊、ノルベーゲンと、デンマーク義勇軍をもとにした2個、総攻的弾兵連にも名称が与えられることとなり、それぞれ総攻的弾兵連隊、ノルゲ、総攻的弾兵連隊、ダンマルクと名付けられた。 また、当初、ノルトラント師団は、オランダ人部隊である、機友部隊ニガーランデを元にした第3の、総攻的団兵連隊を含む編成予定であったが、後にこの部隊は、SS 総攻的団兵予団、ネーデルラント編成のため分離された。そして師団長の座には、かつて、ノルトラント連隊の指揮官を務めた、フリッツ・フォン・ショルツ・ SS 少将、s S ブリクフが就任した。 1943年6月28日時点での編成予定は次の通り。グラーフェンベア演習場での編成後、ノルトラント師団は、フェリックス・シュタイナー SS 大将、SS オグルーフの第3ゲルマン SS 装甲軍団に配属された。1943年8月末、師団は訓練と編成を完了させるために、クロアチアへ移動し、同じく第、 スリーゲルマン SS 装甲軍団所属の SS 装甲的弾兵予団、ネーデルラントと現地で合流した。クロアチアにおける訓練の間、ノルトラント師団は連合国との和平に合意したイタリア軍部隊の武装解除を行う一方、ヨシップブロズチトを率いるユーゴスラビアパルチザンの脅威にさられる日々を送った。この頃、ノルトラント師団のダンマルク連隊は、 政治的な問題を抱えていた。1943年春、占領ドイツ軍に対するデンマーク人のサボダージュ行為とそれに対するドイツ軍の反応はドイツとデンマークの関係を悪化させた。その結果としてドイツは1940年4月9日のデンマーク占領以降も存在を認めていたデンマーク軍を解散させたが、このことはノルトラント師団のデンマーク人義勇兵。 現役もしくは、予備役のデンマーク軍人が多かったにも少なからぬ影響を与えた。第3ゲルマン SS 総庫軍団司令官シュタイナーは、ノルトラント師団のデンマーク人義勇兵を気遣う文書を通達したが、処遇に不満のあるデンマーク人義勇兵の中には帰国する者や、フィンランドに移籍する者も現れた。1943年10月、 武装新兵隊の核連隊には正式に番号が付与されることとなり、これを受けて、ノルトラント師団の総攻的弾兵連隊、ノルゲは第 23SS 総攻的弾兵連隊、ノルゲ、ノルウェー第 SS ポンセグレネディアレジャミント23ローガ、総攻撃弾兵連隊、ダンマルクは第 24SS 総攻的弾兵連隊、ダンマルク、デンマーク第1、 SS パンザーグレネディレジャミント24ダンマークと解消された。また、少なくとも、この時期に、ノルトラント師団は、第 11SS 義勇総攻的団兵士団、ノルトラント 11SS フライビリガンポンセグレネディアディビジョン、ノードランドと解消した。11月下旬、ダンマルク連隊は、クリナ、クロアチア、近郊で5000人のパルチザンと激しい戦闘を交わした。 またこの時、ノルトラント師団に所属する、第 11SS 戦車大隊はドイツ騎士団4目、総長、ヘルマンフォン・ザルザ、ヘルマンフォン・ソルザの名誉称号が与えられた。1944年1月、ノルトラント師団は、レニングラード戦線のドイツ北方軍集団、司令官、バルター・モーデル上級大将に所属、レニングラード近郊のオラニエンバウムの前線へ、 移動するよう命された。第十一 s s 義勇走行敵団兵士団、ノルトラントを含む第ファイス走行軍団は、レニングラード近郊の戦線に到着すると、ドイツ軍によるレニングラード包囲網を解こうとするソビエト赤軍との戦いに投げ入れた。九百四十四年一月十四日、ソビエト赤軍の攻撃によってついに、レニングラード包囲網が破られると、ノルトラント士団は、 オラニエンバウムからエストニアのナルバまでの 60km の撤退路を戦ながら行軍することとなった。この撤退戦の最中である1944年1月26日、早朝、ノルトラント師団の第 11SS 装甲偵察大隊第5中隊は、グバニツイ、グーベニジーにおいて大規模な戦闘を経験した。 同中隊は3本の 75mm 対戦車砲と8両の SDKFZ251-9-24 合計 7.5cm 砲、搭載支援車両を持って61両、文献によっては56両のソビエト赤軍戦車と交戦し、そのうち48両、文献によっては31両を撃破するという戦果を挙げたのである。この功績によって、 第 11SS 総甲偵察大隊長、ルドルフ・ザールバッハ SS 隊員、SS ストフ、及び、第5中隊長、ゲオルク・ランゲンドルフ SS 将尉、SS アシューフ、2は、1944年3月12日付で、騎士鉄十字章が授与された。また、この戦闘中に、SDKFZ251Q の1両を指揮して11両の敵戦車を撃破した。 オランダ人義勇兵、カスペルスポルク SS 兵長、s s r t t f には、1月30日付で2級鉄十字章と1級鉄十字章が授与された。1944年2月初旬、ノルトラント師団の各部隊は、エストニアのナルバ市内外に布陣した。ナルバに新たに形成されたドイツ軍の防衛戦に、対し、ソビエト赤軍は、 レニングラード戦線の将兵、約2万名を投入して攻撃を開始、これによってナルバの戦いが始まった。ソビエト赤軍は戦線正面への初期段階の攻撃を2月13日に開始するとともに陸、海、空の3軍共同でナルバ西方にある漁村メレクラ、メレクラ近郊から上陸作戦を開始した。翌14日には この上陸部隊に対するドイツ軍の攻撃が開始され、ナルバ西方に配置されていた第十一、s s 装甲偵察大隊も攻撃の一翼を担った。1944年3月、ソビエト赤軍はナルバ橋を崩壊させて、ドイツ軍部隊を孤立させることに成功した。しかし、ノルトラント師団の公平大隊は、激しい砲火の中、素早く佳強を行った。 再び、ドイツ軍の防衛線は維持され、ソビエト赤軍の猛攻も若干の衰えが生じ始めていた。1944年4月9日、第24位 SS 総攻的弾兵連隊指揮官、ヘルメネギルト・フォン、ベスト・ファーレン・ SS ・中佐、SS ・オストブフ、ハーメナジルド・グラフ・フォン・ベスト・ファロンが、ナルバ川に架か,かるクレーンホルム、橋上において、硫酸弾によって負傷した。 この負傷が原因で彼は5月28日に野戦病院で死亡。翌日、公認の連隊長として、アルブレヒトクリューゲル SS 少佐、SS スタブフが連隊の指揮を引き継いだ。1944年6月7日、ソビエト赤軍は、ダンマルク連隊の全哨陣地、ゾンレン社員、ソニン社員に対する初の総統作戦を開始したが、 デンマーク人義勇兵の頑強な抵抗にあって、攻撃は失した。しかしこの時、ダンマルク連隊第七中隊の、デンマーク人中隊長モーゲンス、カール・ベアテルセン・ s s 少尉、s s アシューフ、モーワンス・カール・バーサルソンが戦死したため、デンマーク義勇軍以来の古参兵、レオ・マーセン SS 将尉・ s スエ SS ョアシューフ、レオ・マドセンが第七中隊の指揮を引き継いだ。6月12日正午頃、 ソビエト赤軍の猛烈な砲撃がクレーンホールム、橋周囲に布じんする、ダンマルク連隊に降り注いだ。この砲撃によって、ダンマルク連隊第2、e、大隊の陣地中に煙幕が広がり、視界が遮られた。ダンマルク連隊第7中隊の陣地に、敵の攻撃が集中すると予測した、マセン・ SS 少尉は、連隊長、クリューゲル SS 少佐から、 指示されていた通りに非常時の信号弾を発射した。そして、絶え間なく続く砲撃と高く舞い上がる土砂の中、補給物資を使い果たした第七中隊の陣地の前に、突然、ソビエト赤軍が出現した。即座に激戦が繰り広げられ、第七中隊の二名の小隊長は、白兵戦の最中に戦死した。この時、陣地を維持していた唯一の部隊は、 中隊陣地北部を担当していた古参のデンマーク人歌手官、エゴン・クリトフェルセン SS5 長、SS アシャの分隊であった。レオマセン SS 将尉、ダンマルク連隊第7中隊が発射した、信号弾を確認した第11、SS 砲兵連隊は、最後の阻止砲火をドルガヤイコール2馬、ドールガージャにはめがけて放った。ドルガヤイコール2馬の森林線からメートルの、 地点を進軍していた赤軍一個連隊は阻止砲火にさらされ少数の将兵だけがドイツ軍前線までたどり着けたに過ぎなかった。やがて体制を立て直したドイツ軍の反撃が始まった。ダンマルク連隊第9中隊、連隊付け戦車小隊、連隊付け戦闘工兵と共にダンマルク連隊第7中隊は出撃したが、 その中でもクリストフェルセン SS 号長と彼の分隊は真っ先に反撃に踏み切った。ドイツ軍の反撃が戦線中に行き渡った時点でクリストフェルセン分隊は赤軍に占領されたドイツ軍残豪の奪還等目標の半分をすでに完了していた。この功績によってエゴン・クリストフェルセン SS 号長は後の1944年7月11日付で 岸鉄十字章を授与され、デンマーク人として初の岸鉄十字章受賞者とな。九百四十四年六月二十二日、ソビエト赤軍はドイツ軍中央軍集団に対し、東部戦線の南北全域に及ぶ大攻勢を開始したバグラチオン作戦。ノルトラント師団が担当するバルト戦線北部は今や完全な分断の危機にさらされ、七月末には、 ナルバ戦線の全ドイツ軍部隊が、ナルバ共闘歩から、タンネンベルク戦、タナンバーグステロンまで交代した。ナルバ市政法に位置する、タンネンベルク戦は三つの重要な丘を支えとしており、それらの丘は、西から順に、高知69.9、69.9法は、敵団兵の丘、グレネリロヘ、コジーンの丘、キンダーハイムホヘと称されていた。その中でも、 個人院の丘は、ナルバシ広報地域を防衛することが可能な重要拠点であった。7月27日以来、ノルトラント師団は、個人院の丘を保持するために、陸軍の精鋭戦車師団、グロースドイッチュラント師団のヒアチンとシュトラハビッツ、呼び役少将、ジェンダルムジャーデアリザーブが指揮を取る、シュトラハビッツ戦闘団や、第 6SS 義勇突撃旅団、ランゲマルクから派遣されていた。 レーマン戦闘団と連携して、ソビエト赤軍と戦った。単年ン,ンベルク戦の戦いの期間中、個人院の丘付近で、ソビエト赤軍の大規模な進撃は阻止され、7月29日の時点で、ノルトラント師団が撃破した赤軍戦車は113両を数えた。しかし、その代償として、ノルトラント師団は、師団長、フリッツ・フォン・ショルツ・ SS 中将の戦士を、はじめ、 甚大な損害を被っていた。フォン・ショルツ・ SS 中将の戦死後、新たな師団長として、ドイツ国防軍出身のヨアヒム・ツイーグラー、SS 少将、SS ブリクフが就任した。1944年9月6日、大ファイス総攻軍団は、ラトビアの首都リガ防衛のために交代するまで、戦力を絞り出して、タンネベルク戦を死守していた。しかし、 その会もなく、リガは10月12日に陥落し、10月末までに、北方軍集団に所属するすべての SS 部隊が、クールラントポケットとして知られる、クールラント半島に閉じ込められた。1944年10月後半から12月に、かけて、ノルトラント師団は、クールラントで数回にわたる防衛戦を行った。1945年1月、ノルトラント師団は、 バルト海のリーバウの港へ移動し、そこでポメラニアへ船で脱出した。これまでの激戦で消耗した師団は再編成のために、シュテッティンへ到着し、1月下旬、フェリックス・シュタイナーへ SS 大将を率いる第 11SS 装甲軍に配属された。1945年2月初旬、再編成された第 11SS 戦車大隊、ヘルマン・フォン・ザルツァは師団に復帰し、 その他の新たな増援も師団に到着しつつあった。これらの造園の中には、武装親衛隊のイギリス人義勇兵部隊である、イギリス自由軍団、実際は、招待希望も含まれており、彼らは、第 11SS 総合偵察大隊第3、中隊に戦闘後兵として配属された、し、結局イギリス人義勇兵たちは極めて少数の、志願者を除いて前線には赴かなかった。 1945年2月16日、ノルトラント師団は、ポメラニア戦線における、ゾンネン弁で作戦、ソビエト赤軍の都市粒を撃破、包囲されている、ドイツ軍部隊を救出する作戦への参加を命じられた。この作戦は、ポメラニア戦線全域での攻撃として、ハインツグ・デイリアンによって提案されたが、第三帝国総統、アドルフ・ヒトラーによって、 局所的な攻撃に変更された。作戦の初期における、ノルトラント師団の攻撃は成功し、その後は、作戦の主戦地である、いナカは、周辺へ進出した。しかし、ソビエト赤軍が体制を立て直して、反撃を開始すると、ノルトラント師団の進撃は鈍り始めた。それでもなお2月17日に、ノルトラント師団は、 包囲されていたドイツ軍部隊の一部を救出し、その後の数日間は防衛戦を行いつつ、民間人の避難を援護した。しかし、赤軍による強力な反撃が、ノルトラント師団の活動を妨害したため、第 11SS 装甲軍司令官、フェリックス・シュタイナー SS 大将は、作戦の中止命令を出した。次々と援軍を投入する、赤軍部隊に直面し、 死傷者をいたずらに増やすだけでこれ以上の作戦の進展が得られないと判断したシュタイナーは2月21日までにイーナ川北側堤防の部隊に退却命令を出、ノルトラント師団は退却した。以来、オーデル川北部のシュトルガウ、シュテッティンにおける大ファイス総攻軍団は23日から28日にかけて死体戦術を行いつつ撤退した。 1945年3月1日、ソビエト赤軍の構成は、ノルトラント師団をはじめとする大ファイス総攻軍団の戦力をさらに削り取っていた。しかし、それでもなお3月4日までに、オーデル川近郊最後の防衛拠点、ルトダム、アルダム、ゲンドンビエ共闘補に交代するまで、大ファイス総攻軍団と、ノルトラント師団は赤軍に多大な損害を与えていた。 それから2週間の間、ノルトラント師団は、アルトダムを保持していたが、3月19日、師団の中核部隊である、ダンマルク連隊及び、ノルゲ連隊が全滅に等しい状態になるほどの、損害を持ったため、ノルトラント師団は、オーデル側から退却した。その後、師団は再編成のために、シュベトイコールバートフラインバルで、シュエット、バットフレイノイスルダ西方へ移動するよう命令され、 1945年4月16日、ノルトラント師団は第3帝国の首都ベルリンの東部防衛線へ移動した。この時点でノルトラント師団は若干の補充を受けていたが、押し寄せるソビエト赤軍に対しては圧倒的に戦力不足であった。4月17日から20日にかけてノルトラント師団は前線で絶え間なく戦闘を行ったが、 次第にベルリンへと押し戻され、4月22日までにはベルリン市街中央部のティアガルテンまで交代を余儀なくされた。この数日間において、ノルトラントはすでに師団としての機能を喪失しおり、ダンマルク連隊及びノルゲ連隊の残存兵は、第 11SS 工兵大隊の残存兵を加えて一個、戦闘団を編成、シュプレー側にかかる橋を守っているに過ぎなかった。 その一方で、圧倒的なソビエト赤軍に対して、一定の戦果を示す部隊もあった。トレプト公園に向かっていたソビエト赤軍に対し、現地を防衛していた第 11SS 戦車大隊、ヘルマン・フォンザルアの残り少ない数量の戦車と、工兵大隊の残存兵が交戦し、ヘルマン・フォンザルツア大隊指揮官、パウル・アルベルト・カウシュ・ SS 中佐、SS ・オストブフは、 大体の戦車を喪失しつつもソビエト赤軍の進撃を停止させることに成功した。この功績によって、カウシュ SS 中佐には1945年4月23日付で、白洋付き私鉄十字章が授与された。また、4月24日午後10時、第 33SS 所属武装敵団兵士団、シャルル・マーニュ師団長、グスタフ・クルケンベルク SS 少将、 SS ブリクフとアンリフネ SS 義勇隊、s s カイ r w ストフに引きられて、ベルリン北方から到着し、ノルトラント師団に配属された、フランス SS 突撃大隊、フランゾシッシュ SS スタームバテイランのランス人、義勇兵約300名は、多くの犠牲を払いつつもパンツァーファウストで、次々とソビート赤軍の戦車を撃破していった。しかし、 局地的な勝利も虚しく、ベルリン市外のドイツ軍部隊は4月26日までに、ドイツ帝国議事堂を中心とした、官庁外周辺へ押し戻されていた。圧倒的な攻撃を行うソビエト赤軍を前にして、ノルトラント師団もわずかな残存部隊がかろうじて、持ちこたえているに過ぎなかった。1945年4月30日、ノルトラント師団長、 グスタフ・クルケンベルク・ SS 少将、4月25日に解任された、師団長、ヨアヒム・ツイグラー・ SS 少将の後任は、第三帝国総統、アドルフ・ヒトラーが自殺したとの知らせを受け、師団の生存者に、西への脱出を命令した。1945年5月1日深夜、ベルリン市内のほとんどの武装親衛隊将兵は、ベルリン艦長外防衛司令官、 ビルヘルム・モーンケ SS 少将、SS ブリグフの命令に従って、ベルリン市外の北部方面へ脱出することを決定し、モーンケは脱出作戦を主導すると約束した。しかし、モーンケに忠誠を誓う、第一 s s 装甲師団、ライプシュタンダーテ・ SS アルフヒトラーの、相当護衛大隊や、全滅寸前の、ノルトラント師団の生存者がバイデンダマー橋に集合している間、 モーンケは、祭祀、総統の側近、総統秘書トラウデルユンゲを含む人々と共に、脱出していた。そのため、脱出作戦の指揮官を失った、武装親衛隊の生存者の多くは、フリードリヒ通り、から脱出を図ったが統制が取れず、ソビエト赤軍装甲部隊の前に一周された。ノルトラント師団最後の装甲車両である。 第 11SS 装甲偵察大隊第3中隊、所属の SDKFZ250 数量は、スウェーデン人中隊長、ハンスイコールイースタ・ペアソン・ SS 隊員、SS ストフの指揮下で脱出を図ったが、彼の装行車は、フリードリヒ通りで赤軍の砲弾が命中し、撃破された。ペアソン・ SS 隊員は数日後に、ソビエト赤軍の捕虜となったが、彼以外の乗員は、 車内で死ぬか降車後の戦闘で戦死した。しかし、ノルトラント師団の生存者の中には、奇跡的にベルリンを脱出して西側連合軍進出戦に到達できた者も,もいた。1945年5月2日、ベルリン防衛司令官ヘルムート・バイトリング砲兵大将が降伏交渉を行ったことにより、ベルリン市外戦は終わりを告げた。包囲網内のドイツ軍は、 ソビエト赤軍によって相当され、約8万名のドイツ軍将兵は捕虜としてソビエト連邦領内へ連行された。また、西側連合軍の進出船に到着することのできた少数の残存兵の外国人義勇兵のほとんどが出身国に送還され、退独協力者や反逆者として、それぞれの罪状に応じた判決を言い渡された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。